お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらね、なんと麦ったんからリプレイをいただきました。でね、もちろんです。はい、麦ったん世界一位でございます。いや本当にすごいっすよね。今回多分主にこのキョスケロイジャーのデッキかな、リプレイがあるんですけども、僕もキョロイ使ってるんですけど、この7900はね、さすがに高すぎるというか、僕まだ75後半とかまでしか行ってないんですけども、ちょっとね、キョロイ、まあ勉強しつつ、キョロイ以外のデッキもちょっと使ってるのがいくつかあるので、その辺もね、はい、見ていけたらなと思います。しかも対戦相手がね、もう全員化け物。もうサンドボックスっていうプレイヤーも超うまい。マジマルチの上位、本当にやばい人で、あとははじめ。もうファブ、元ファブの、めっちゃもう日本でもほんとトップね。はい。で、あと、ペインの、海外のね、プロ選手、これ個人戦でちょっと前に優勝したりとか、そういったところで、で、マルチのラバー使い。まあ、このリプレイ、とりあえずね、4つ見ていきたいなと思います。で、1つ目が、迫撃ディガー。まあ、これもまたね、麦とか、グリコさんとか、その辺の人にしか使えないような、まあ、高回転デッキでございます。で、対するは、まあ、神技デッキですね。はい。いや、当たり前に世界一行くからな。いや、僕もマジで、今シーズン、マルチちょっと頑張りたいですね。こう、トロフィーが全体的に伸びてるっていうのもありますし、ちょっとね、こう、クラロワリーグ個人戦にもなってきて、ちょっとクラロワをね、しっかりやっていかなきゃね。はい。もうついていけなくなっちゃうんだね、と。というわけで、今シーズンと、あと来シーズンかな？来シーズンは、ロングシーズンになりますから、はい、気合い入れてね、行きましょう。というわけで、さあ、迫撃砲ね、ラムライダーが内側を通っていたので、この逆サイドの位置でも、まあ、ラム来るでしょっていう。なんかラムライダーって、サーチ範囲が広いんですよ。こう、施設に対してかな。なんで結構遠めの施設とかにも飛んでいくような感じなので、まあ、今のでも釣れるよっていう感じかな。さあ、いや、これは、こう、まあ、ディガーと迫撃で攻めるデッキだけど、迫撃を攻めで使ったら使ったで、ラムライダーをまあ受けにくくなるし、でも攻めないとディガーだけだと、ランバーとかインドラで簡単にね、処理されるっていうので、ちょっとね、削っていくのがまたまた難しいよねと思います。なので、まあ、どんな感じでね、こう削っていくのかを見ていければいいかなと思います。さあ、迫撃で、ラムを釣りつつ、さあ、槍ゴブリンで、そして、ウッドで。いや、これ、いや、怖っ！え？ちょっと待って、いや、今の結構疑惑だけどな。もしなんか自分が今のやってたら、有能とか走ってきちゃうんですけどね。すべてが歩いてきましたね。まあ、最低限で守っていきますよね、本当に。無駄なコストを使わないって感じですね。さあ、ケツナイトからの、まあ多分相手はまた端前の真ん中にマジックアーチャーを出してくると思うんですよ。この麦のデッキは小物がいっぱい多いので、ちょっと低めの高めにマジアチャで、ここはまあラムは飛んでこない。ここで攻め吐くとか行くのかな。いや、この追加もちょっと怖いですけど、さあ守り、さあ攻め吐くをすんのかしていく。まあやっぱこう迫撃で攻めて、相手にユニットを使わしてからのディガーで攻めるみたいな、まあ、そんな感じですよね。いやでも相手もうまいっすよね。もう拾っていく。これで一発も入ってないですからね、攻め。いや、怖えで、まあ、U の追加とかいろいろ来るので、ちょっと低めね、ハンター、槍ゴブナイトで守っていく。いや、綺麗ですね。でも、痛え。このマジアチャがマジで、きつすぎるな。マジアチャに5打ちたいけど、打ってトントンですからね。そう、なんかいやらしいっすよね。しかもこのコウモリがね、アイゴレで生きてこないっていう。まあ一応勝ってますからね、これ。まあなんかディガーでチクチクって感じかな。なんか麦が大ダメージ与えるっていうよりかは、本当ね、チク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 攻めて、ユーノを歩かせるんですね、こうやって。チクチク攻めて、まあなんか、しっかり守るって感じですね。そう、大ダメージ与えるというよりかは、もう守るっていう方が強いですよね、もう。9割守って、1割で削って、それで削り勝つみたいな。いや、この追加言うのもむずいよ、防衛が。非常に。
いや、防衛がね、うまいっすよね。さあ、ファイブ当てていく。で、ウッドで、耐える。さあ、まあ、ここは相手がコストナイトラ読みですが、麦もね、最低限のコストしか使ってないので、こういうの8枚マジアチとか結構怖いっすよね。いや、狙ってそう。いや、そうなんですよね。この上手い人ね、この、しかもアイゴレ2までしてくる。まあ、ですが、麦もね、このタイミングでしっかり攻めてるので、削ってはいる。すごいなぁ。で、ディガーでまた削ると。ファイボと、コウモリ、ウッド。なんかめっちゃ攻めてるわけではないんですけど、もう完璧に守ってるがやっぱ強いっすね。こう見てると。美しいなぁ。マジで麦の試合見てるといつもこうプレーが美しいってなっちゃうですね。そんなこと思わないですよね。クラロワで美しいなんて。これウッドからのファイボかな。あ、ディガーからのファイボ。いやでもあとやばいよこれ。タイブレイク、左ウッド、左じゃない、ウッドして4秒3秒、うっ、おい、いや怖すぎやん。いや怖すぎやんけ。いやでもすごいなこれ。やばいっすよ。だって普通こんなランバーとか言うのが止まんないんすよ。だって陸がナイトとやりこぶと、まあ、ディガーハンターって全部こうマジアチャ系とか言うのとかがきついのにそれを守ってるので、さあ2つ目ね、2つ目今回キョスケロイジャイと、大流行中の、ボムタワーウォールブレイカーでございます。さあこれ上側が麦ですね、まあ、下側はじめさんのねプレイも普通に見たいのあるですよね。両方見えるってこういいっすよね。さあディガーをキョスケで受けていきますからのですよね。こういうキョスケの後ろにどうユニットをつけていくのかみたいなね、積極で、まあ多分これはもうデッキ分かってるからガンガンいくとは思うんですけど、さあのマジアチャはクエイクかな。ここでクエイクとウッドはクエイクウッドで処理できるんですけども、さあウォールブレイカーを許容してそっちにウッドを打っていきます。ウッドを打つところがね、槍ゴブリンに持ちたいし、まあマジアちゃんにもクエイクウッド打ちたいし、まあ、ウォールブレイカーにも打ちたいしみたいな、そんな感じですよね。さあカウンターの流れはできてますが痛いっすね。これでもう1000ダメージ受けちゃってるので、で、ボムタワーにはクエイクかな。さあ、クエイク打っていく。けど、これ結局トルネードがあるんですよね。いや、ウッドでね、ボムの爆破とウッドでね、めちゃくちゃ綺麗に防衛してる。さあ、ここは早めに引っ張って、ちょっとキング軌道狙ってますね。で、この今、はじめさんのディガーもバチクソうまいんですけど、今、麦が、このディガーを分かっててか、結構早めにトリトン出したんですよ。これ、だからちょっともうワンテンポ遅かったら今ディガーがタケ取って、トリトンはディガーを攻撃してて、マジアチャが残って、もう一回ね、麦はユニット裂かないといけなかったんですけど、今のめちゃくちゃ早めの高めトリトンによって、キング起動もしたし、まあディガーもね、気持ちこう美味しくというか、なんならね、余分なコストをまた裂かなくて良くなったので、もうそういうちょっと細かいところも、すごいですよね。さあ、ここはもう脳死で巨雷ガンガンいっちゃうんですね。で、真正面ボムかな。さあ、クエイクウッドで、さあ、綺麗に処理。で、これはさあ、ボムの爆破で。あれ？こんなに通んないですよね。なんか自分が使ってたら、こんなに綺麗にいかないのになーってすごい思っちゃいます。いやー、これやば。おーい！さあ、ここすべてを許容して、このマジアチャ全許容ってヤンキーじゃないですか。丁寧にウォールブレイカーだけぶち抜いて、さあクエイクで突破してウッドか、ウッドしない。さあでもこれトルネでめちゃくちゃ押されてはいる。さあディガー警戒からの端前マジアチャ用の巨大スケルトンかな。さあこれロッコスロイクエイクとかなのかな。さあ、6個数で、ロイ、クエイクからのウッドマジアチャか。
いや、入っていく。さあ、最後取る、最後もうこれクエイクで落ちるので、まあ、端前止めて、リガーはもう無視と。いやー、あそこ一回やばいシーンなかったですか？キョスケ、マジやっちゃディガーウォールブレイカーみたいな形。マジやっちゃディガーウォールブレイカーか。で、キョスケがめっちゃ射抜いてる時に、もう全無視。全無視というか、ハンターだけでウォールブレイカー射抜いて、トリトンでマジやっちゃ対応して、その後、なんかね、いや、ダメージ入ってるのに、そんなに落ち着いてられるんだっていう、あれ、ちょっとやばかったっすね。まあそこも無理して全部こう対応しようとすると、結局こう相手のペースになったり、ユニットが無駄にやられたりするので、まあダメージ受けて、カウンターでね、コストこうしっかり使えるようにっていう、えぐいですね。さあ、続いて麦 VS ペインのウォレス選手。この人ね、世界大会で、クラロリーグか、昨年のクラロリーグで大活躍した選手30名ぐらいと、天野選手、天野トップ2名ぐらい集めた32名ぐらいの大会で、そこには、麦もいたと思います。いや、麦いたかな？なんかよく大会サボるじゃないですか、これ。だからあんま覚えてないですけど、多分いたと思う。で、麦とか KK とかもいた中の、その中で優勝した選手ですね。いなかったらごめん。俺の記憶間違い。さあ、キョスケロイジャイ麦で、相手は普通のロイジャイか。さあ、ここのザッピー早めで、ザッピーに5打ったらハンター打とうって考えだと思いますね。さあ、相手も5を打たずに、このターンはちょっと程よく守っていってますね。これな、なんか地味にむずいですよね。このキョスケロイジャイ VS 普通のロイジャイ。回転がね。さあ、コウモリ読み。あ、でもなんか光っちゃった。さあ、コウモリ型ですね。最近、このエレキじゃなくて、コウモリ型のロイジャイもちらほらいるって感じかな。さあ、このウッドのタイミングも、って思ったら入っていく。今、入んないのか思った。さあ、これむずいな。もう結露いなんかし、あ、じゃあ、ケツ、キョスケとかしたら逆サイすぐ、ロイジェイ攻められて、コウモリとかいっぱい攻められて、トリトンだけで簡単にね、キング起動されて、って、キョスケが無駄になっちゃうとかもあるので、なかなかこう、ケツ、キョスケってなんかしにくいんですよね。難しいんですよね。した瞬間にサイになっちゃうっていうか、逆サイ来られて、みたいな。さあ、ハンター、ザッピー、しっかり防衛していきます。からの、いや、相手の防衛もうまいな。さあ、結露には、これどうすんだろう。ちょっと高めのトリトン。で、キョスケで蓋で、まあ、速攻引っ張ってハンターで処理とかかな。まあ、ファイブウッド怖いっすけどね。これなんか、これ、ここに。さあ、ファイブウッドが早い。いや、早すぎる。で、ファイブ使ったからザッピー。まあ、ですが、一発に、一発入る。いや、ここでも、チャンスじゃないのかな。いや、相手もバカ回転、早い。この、スケコウモリ取り、スケコウモリエレスピとかで回るんで。でも、ダメージは入ってんの。いや、なんか、何が、こう見てると何がすごいのかわかんねえよな。このウッドとか。なんか気づいたら押してますよね、麦。この盛り付かれちゃったな。さあ、キョスケ、まあ、ケツから出すとその瞬間ぶっ破されるので、ちょっと高めからね、常にユニットを出していくのは大事ですね。さあ、からのハンター。これはファイボでザッピーとハンター巻き込まれないようにちょっと離した位置ですね。さあ、いや、これ来たな。これもだってカウンターでしょ。この高め真ん中ザッピーがね、強いですよね。トリトン警戒にもなるし、なんかこう、なんて言うんだ。ね。ちょっとファイボもなんか、打つかどうかみたいな。なんか気づいたら勝ってんな。いや、でも、相手の攻撃やっぱ結構許容するというかね、やっぱダメージ受けていいから、その後の自分の攻撃につながってるっていうのがね、なんか落ち着きぶりがやばいですね。さあ、麦が迫撃で、相手がラバルですね。僕ラバルすごい好きで、ラバルも使うんで、ちょっとラバルも参考にしつつね。はい。まあ、右端の、気づいたらなぜか押してる。気づいたらなぜか勝ってる。試合を見ていこうかなと思います。さあ、ディガーで攻めます。
まあ、僕だったらこうするよなと思いながらね見ればいいんですよね。そしたら違いがわかるんで、それを参考にすればいいんで。これ攻め迫撃ポトンで、コウモリ、出さない。さあケツコウモリでこの両サイドババをね対応していきます。ウッドも使って、さあこのババ痛いよ。さあ HP が残ってる方のババにはないとからのですよね。いやこの辺からむずいっすよねラバル相手。やりゴブ出さない全然出さんやんけ。後ろからこれザップパーン、攻め吐くポトン。さあそしてこの、いやーこのコウモリがうめんだ急に。え、ちょっと待って待って待って、え、やばな、何さっきまでのあのスローな感じはやばくないですか。今人格変わったっすよね中身が今やばいっすよ。さっきまでさあんななんか後ろからコウモリやりゴブとかなんすけど、まあザップってね迫撃の受けに陸出すでしょ。矢の雨多分回ってない、まあ、回っててもいいのか。あのタイミングのあの攻めがやばいっすね。さあラバ出した瞬間のこのナイトはね、こうラバ側からするとユニット1体こう引き出させられるので嫌ですね。無視するか、まあコストをなんか使うかっていうところでさ、今回ナイトは無視で高めでファイブを、ファイブは打たない。あ、コウモリウッドでボンバーを処理するんですね。でボンバーももう後からなんですね。うわぁ俺だったらあれ速攻5打ってんな、打たねえんだなあれ。今の見ました、ここの防衛もちょっと皆さん勉強しましょう。ハンター、まあ、コウモリでしょ、コウモリ迫撃からの、うわこの迫撃読みね、迫撃読みしてくるよ、ちょっと低め、あナイト、いやナイト当てねえんだな、うわすげえ、あやばやば、ちょっと待って待って待って、え、いややばくないですか、ボンバーにナイト当てないんだ、当てない世界なんですね。わすげえすげえ綺麗に守るな、ボンバーじゃなく、あナイトじゃなくウッドで回して、1コス早めにね対空を回せる、ハンターを寄り回せる、ハンターやりゴブコウモリ、でウッド吐く息か、でもう一回ハンターを切るっていう、いやーやばいっすね、まあ、1コス早くハンター回せるだけでも世界変わりますしね。まあ、そんなわけで気づいたら麦がね、いつものように世界一行きましたというわけで、ちょっと僕もねいつも言うんですけど本当に負けじと頑張れたらいいかなと思います。というわけで麦最近ね YouTube 投稿してて、概要欄にね麦の、チャンネルリンク貼っておきますので、皆さんもう未読です、はい、もう見るだけで上手くなれます。なので、ぜひね、麦の、チャンネル登録もよろしくお願いします。僕のね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、終わります。お疲れちゃんでした。またね。